こんにちは、伊藤條一です。まだ YouTube の夏休みを撮ってます。次のシリーズの準備をしてるんですけれども、ただそれができる前に、実は11月4日に New Context Conference を東京で行うんですけれども、今回オンライン参加が無料ですので、皆さんにオンライン参加を招待したいと思います。で、11月のカンファレンスは、 あのアーキテクチャデジタルアーキテクチャっていうトピックにしてるんですけども少しデジタルアーキテクチャについてお話したいんですが、まあ、アーキテクチャ直訳すると建築とかあの設計なんですけども、まあ、普通に建築っていうとこう建物なイメージがあると思うんですけども実はあのコンピューターアーキテクチャっていうのはコンピューターの中のこうシステムとかルールとかあの、まあ、組み合わせ方の設計のこともアーキテクチャと呼びます。そしてアーキテクチャっていうのは、まあ デザインだとかアートだとかサイエンスとかエンジニアリングっていろんな要素があってで機能的にちゃんと動かなきゃいけないんだけれどもこう入って気持ちいいとか文化的に正しいとかすごくそういう意味で総合的にいろんな分野が入っているのもアーキテクチャの特徴で僕がずっと所長をやってたメディアラブも MIT の建築学部アーキテクチャスクールの中に入っているのはこれは実は理由があってこいろんなサイエンスあの化学だったりあのだったり オペラだだっったりあのあの、遺伝子工学だったりそういうのを全部合わせて社会的にどういうコンテクストにするかっていうのもこれも実はアーキテクチャーなのでデジタルアーキテクチャーっていうのは我々のこうデジタル社会の中でどういう設計でどういう美学でどういうふうに組み合わせるとまいい改革いいシステムができる、まあ、インフラからこの中のコンテンツまでそうなので,でそういう意味で言うとこう いろいろデジタル化をたあのこうち,ょこちょこちょこちょこパーツで作ると、なんとなくぐちゃぐちゃなものになっちゃうんですね。で、今の DX、まあ社、社会のそうですけれども、会社の中とか UI とかっていうのは結構ぐちゃぐちゃな DX はデジタルがたくさんあるので、で、今回 Web3 が入ることによって、 やっぱりいろんなルール作りだとかこの基盤整備だとか標準化とかこういうところっていうのはすごく重要だしこの新しい素材ができたことによって考え方とか文化とか美学も変えなきゃいけないんですよね。でアーキテクチャのムーブメントっていうのもいろいろ歴史的にあるんですけれども一番多分有名なアーキテクチャムーブメントの一つはバウハウスのムーブメントで,でこれは100年前ドイツでできたムーブメントで,でこれはまあ産業革命とかエンジニアリングとかサイエンスによって 昔のこの農業の文化とか美学とかフォントとかデザインよりももっと新しい大量生産の時代に合ったデザインを作ろうっていうムーブメントで でそこからヘルベティカのフォントとかも生まれたわけですよね。こういうなんかセリフみたいなシュルシュルっていうのがなくなってサンセリフのフォントだとか、あとはあの打ちっぱなしのコンクリートのあの高層ビルとか、こういうのも全部新しい素材ができて、今までできないようなものができて、そうすると社会的に文化的にこのミニマリストのこうコンクリートのイメージとかっていうのもこのバウハウスのムーブメントだったんですけども、それと同じで新しいデジタル、今のあのブロックチェーンもそうですし、 モバイルもそうだし、クラウドとか、AI とかたくさん出てきてる中で、こういうものができて、社会がどういうふうに変わって、その社会に合ったデザインとか考え方とか設計ってすごく重要なんじゃないかなっていうのが背景にあって、で、じゃあ Web3 だと、 あのど,どういういアーキテクチャななのかな多分 DAO のあり方とかっていうのもすごく重要なのであのそういう意味でエミリー・ヤングっていう「プリーザー・ダウ」っていうダウをやってる人を呼んだんですけどもあの一番頭のキーノートはローレンス・レッシグででローレンス・レッシグは僕も昔から一緒にいろいろやってるんですけども彼があのすごく有名な「CODE」っていう本があってでその「CODE」っていう本の中では こう人間社会っていうのは法律とその社会の文化それと経済それと技術でコントロールされてるっていうふうに彼は言っていてで法律と同じようなあの文脈でこの技術のアーキテクチャっていうのは我々ができることを制限したりできることをこうアプオプ ortunity を提供するのでこういうテクノロジーのアーキテクチャがいかに重要かっていう本を書いて。 それの後に彼はクリエイティブ・コモンズっていう著作権の,あの標準化をのプロジェクトをあの何人かと立ち上げて僕もそこの代表をやるんですけども今の Web3 の時代でこういうレスリッスンみたいな人たちがまあどういう設計でまあ社会的にいろいろやっていくかでどういうことをあの法的に OK にするべきなのかとかっていうディスカッションも必要なんじゃないかなっていうのでガバナンスの話をしてもらいながら。 まあ、MEN とかいろんな DAO とかアートをやってる人たちにこの中身の文化をどうするかとか、そして DAO の技術の話とか、多分この辺は今一番、まあ、日本もそうですけども世界的に必要なディスカッションだと思いますので、今回のカンファレンスでそこをあの先駆けていろいろ議論したいと思います。今回テーマはデジタルアーキテクチャなんですけども、実はデジタルガレージの中でデジタルアーキテクチャーラボっていう新しい組織を作ります。 でそこはまさに新しいデジタルアーキテクチャを考えていてでそれはデザインの部分だとか技術の部分とかあの文化とかルールの話もこの会社の中と社会の中でいろいろ考えて提案していこうと思ってるんですけども今回の NCC のデザインも今までずっと見てきた人たちからするとちょっと変わったと思うんですけどもこのデザインもデジタルアーキテクチャーラブの まあ一つの重要なプロジェクトの結果ですのでこのデザインがどういうふうになったかっていうのとどういう意味をしているかっていうのもカンフレンスで発表したいと思いますのでぜひそれもご覧ください。文化の理解法律の理解経済の理解と技術の理解これ全部一緒に話ししないとアーキテクチャって作れないので,で今までだとこれ縦割りになってバラバラになってるんだけども同じ部屋でみんなでディスカッションしてで手でいじって感覚的に理解して作りながら 発想をこう抽象的にも考えていくっていうことが必要なのでだからやっぱり今までのそういうルール作りの方法とはちょっと違うと思うんですよね今回のニューコンテクス・カンフェレンスには連邦法律学者のレッシングからあのコミュニティのリーダーとかアーティストから技術者からあの経済やってるビジネスの人たちも全部いますのでみんな一緒にディスカッションすることがこの重要なポイントだと思います答えをもらうんではなくてみんなの話を聞いて そして自分の生活にどういう影響があってで自分は何をしなきゃいけないかっていうことを自分で想像するための、まあ、すごいいい刺激ときっかけになると思いますのでっていうわけでそのなんかカンファレンスのなんか結論答えをどっかで読むっていうんじゃなくて、まあ、全部聞いて刺激を受けてそして自分で考えるっていうのがとっても重要なポイントだと思いますのでぜひ無料ですので全部見てください。